どうも、飯田です。ブリッジポート都会人気分で生活してみた第79弾となります。今回も前回に引き続き、キボツケと謎の生物をいたぶりながら彼らの生活を観察していこうと思います。はい、またしばらく間が空きまして申し訳ございません。まあちょっと新しいパソコン組んで、さらに新しいゲーム買っちゃったのでね、それちょっとゴダゴダしていましたが、まあようやく落ち着いてきたということで。さて、まあご存知の方もいらっしゃると思いますが、今回からザ・シムズ3の新しい拡張パック、シーズンズデータセットを使っています。で、今のところ季節は夏ですね。ちなみに、さっきをちょっといじってたんですが、なんかオプションの設定で季節変えられるみたいですね。で、今のところ、夏と冬と、春と秋と1年間の長さは28日で、それぞれ1週間ずつあります。で、温度の表示を摂氏と華氏に切り替えできたり、あと、天気をこの天気はもう、出ちゃダメとか、そういう指定もできるみたいです。ちなみにその指定できる天気はあられ、雨、雪、霧です。あられってちょっと待て確かにこれあったら面白いと思うんですけど、まあ一応カオスになりそうなんで、あえて残しておきます。で、月の満ち欠け、これはスーパーナチュラルやったな、全然関係ないね。で、あと今更気がついたのですが、どれやったっけな、季節のほか、なんかその他の人口設定でセーブシステムからアクティブな世帯を選択と、セールポイントがうんたらかんたらなんでしょうかね。まあ、それはどうでもいいか。あと、なんか、シムの設定もなんかいろいろといじれるみたいですね。どれやったっけな、確か。シムの一生どれやったっけあ、これ知ってもらえですね。寿命は90日なんですね。一般的にシムは。でもうちのシムはちょっといろいろおかしいので90日超えてもピンピンしてますが、で、それで、年代ごとに寿命を設定することができるようになってるみたいですね。これシム3買ったばかりの時はなかったんですけどね。どの世代、ジェネレーションズあたりで追加されたのでしょうかね。ちなみにシムの他にも犬や猫、鳥、馬にも、設定することができます。で、まあ、事実レベルも、まあ、これ、前々からですね。はい。まあ、そういうことです。さあ、季節は切り替えはできないみたいですね。つまり、よく見たら、季節、もう夏だけにするとか、夏はないとか、そういうのもできるみたいですね。まあ、でも、四季折々やってみたいんで。そして、珍獣が寝ている姿。いやー、それにしても、本当、の寝顔っていいもんですね。で、ホムラちゃんはただいま寝ています。で、マミヤちゃんはさっき起きました。おはよう。なんか仕事とか来てるかな？それはどうやって仕事を探すんでしょうか？今さら。すいません。ちょっと名前慣れてん？ん？何ですかこれ？ウェザーストーン。まあ、せっかくなんで、まあ、お出かけさせましょうか。確か、ウェザーストーンって今回、うるせえ、誰だお前と思ったら、イマジナリーダーリーの方かじゃねえ、パパラッチかまったく元気ですね。まあ、カール君を追跡する以上はもう突き飛ばされちゃう話になったも話にならないですからね目の前に娘さんがいるという。ちなみに今回からシムズ3自体は SSD にインストールするようになったので、まあ、待ちの見込みは結構早いですね。ただちょっとやっぱセーブデータ自体はハードディスクなんであれなんですが、大自然を楽しみました。え？これ大自然なの？え？田舎者としてはこの定義がよくわからないです。はい。ウェザーストーンですね。これが。まあ見るだけ見ても何も変わらないという、猫遊ぶの眺めると言っても眺められる猫がいませんまあそりゃそうだ、自分で遊んじゃいなよって言いたいところですけどね。カール君の娘だからと思ったんですが、体がでかすぎますね。まあこれはあかんな、胸もでかい、
でかくて入らんだろうし、まあ、これだからポインはいかんのですよって言いながら、まあ、編入でもやっぱ元がでかいからいかんな。さて、あーか、そや、忘れた。フェザーストーンは今のところ何も効果なしか。つか、なんで後ろにタクシーいるんですか。顧客でも待ってるのか、それとも、マミヤちゃんを見張っているのか。まあ、探偵ですからね。なんか妙な調査されたら、こいつの目の前では行動をやめとけみたいなアドバイスでもするんでしょうかね。あ、そんなことはともかく、どっか、まあ、せっかくなんで、探偵のお仕事、携帯電話、ないかな、やっぱ、仕事関連の、まあ、しかし、ちょっとこのままもあれなんで、で、その一方で、じゅんちゃんはというと、ケンシロウ君とは、かがれるって、このバタ犬め。で、カール君は、相変わらずゲームをと、もうこの人は、探偵の、そや、探偵向きのお仕事もあるんですが、データベースハックス、どい。おいおい、犯罪を犯してどうすんですかこの人と言いたいところですけど、まあやっぱね、探るにはこうやって事前情報を蓄積した方がいいかもしれませんが、グレーなお仕事だね。でケンシロウ君何をしてる。でジュンちゃんおやすみなさい。まあなんかずっと起きてたみたいですし、まあこれは仕方ないといえばそうなんですが、でカール君にはちょっとねお掃除をさせていただこうかなと。だってここら辺汚いですしね。え？なんだこの水たまり。多分ケンシロウ君がやったことだと思うんですけどね。でケンシロウ君は一体今何を否定的に反応するって。あ、そっか、腐っとんやね、忘れちゃった。でカール君は、あ、そっか、なぜそれも片付けない。しかしもうこの、犬本能的な仕草というか犬らしい仕草いいですね。くんかくんかほんと可愛らしい。え、あれ、なぜ戻らない。いや、はよ帰りまいよと思ったんですけど、まあカール君がゲームしてましたから確かにそうっちゃそうなんですけど、でもさ、お出かけしてんのにゲームしてるって分かるってどういうことなの。まあね、珍獣と、いや珍獣2匹がいる家庭ですから、まあ、そういう超能力があってもおかしくはないと思うんですけどね。とりあえずカール君、ここら辺のお掃除もしましょう。だってもう主婦であるはずの純ちゃんが全然やりたがらないですから。まあ確かにね、まあ夜遊びしてるような女の人ですから元々はね。まあ最近はようやく無理やり強制してどうにかしたんですが、やっぱ元が元ですからね、これはどうにもならんな。で、カズヤ君は寝ていて、まあ、ホノちゃんも寝てると、まあ、相変わらず疲れモードのようで。で、図書館に行くと、で10匹のクラゲを捕まえる天才になるの。なんかいい願望ないかなと思いつつも、あ、そうや、ヴァンパイア退治しなきゃいかんけど、しかし肝心のヴァンパイアどこにいたんだっけとりあえず、データベースハックはどうなってんでしょうか。今んとこは進捗的には、うまくいってんのかいってないのかよくわかんない。ん、え、何、マミヤちゃんはで、カール君何があった、言ってさっき初めてのクッキングに試みた。あ、一応できたんだけど無理だったのハッキングでお金手に入るって俺個人情報売ってるじゃねえかおい、グレーを通り越してブラックだぞ確かこれはコンピューター好きのシムの特性であったような気がするんですけどね。まさか探偵キャリアにもそんな特性が加わるとは全く
なんちゅう世界や。今度はプラス30にシンウォリオン。何があった？カール君で何？ペット？いや、ペットだけじゃ分からん、分からん。モータンスクール検証君、上で何やってんすか？ここだ。いや、うるせえ、誰だお前。ホムラ、あ、ホムラちゃんのイマジナリタリー。ホムラ、ただいまニート中。てか、ほんまいい加減就職させないとと思ったんですけど、パソコンも専用され、あ、そっか、そこはカズヤ君の使わせてもらおうって、え？ビアーファーボー中時間あれカズヤ君の、の、パソコン、いずこに？あ、と思ったらデータ移動する際にちょっとめんどくさいことになったみたいですね。ああ、すっかり忘れた。しかもこのパソコンの入手経路を覚えてないので、ああ、まあ仕方ないですね、こればっかりは。とりあえずパソコン買いましょうと言いたいところなんですが、うわ、お金がないもんだからおろくなもんがねえな。とりあえずここら辺に安いパソコンでも置いときましょうか。カスタムコンテンツ入れとかんかったらいかんな。確かまだあのシムズ3の初期の頃の元なんでね、あのちょっと怪しい方法入れて、じゃあ怪しい方法を使って入れたんですが、その怪しい方法を忘れてしまって、まあ結局こういう風になってしまったわけです。はい、まあちょっとまたなんとかしとかないといけないですね。あのもう一つのプライベートのセーブデータの方でもあのパソコン使ってるんで。そしてマミヤちゃん稼ぎ続ける。もう探偵じゃなくてハッカーとして生きていってもいいんじゃないですかねと思うんですけどね。まあでもいい加減ハッキングも大概にした方がいいかというわけで、まあトイレ行って、まあ探偵の仕事でも。で、カズヤ君は寝てると。まあまだ朝6時ぐらいですからね。どうしたんや。142シモリオン追加。でもなんか悔しがってる。ち、あと50シモリオンいけたねみたいな感じでしょうかね。あ、でもそんな怪しいことをして、おい、ホムラちゃんのイマジナリーダーリン、邪魔してるしか見えん。だからマミヤちゃんどうしたんだよ、さっきから狩られて。あ、またそういやヴァンパイアにやられたんだね、ずいぶん前に。ということはやっぱここはカール君に任せるしかないね。まあカール君まだ元気そうだし、あのね、ここはカール君に一発ヴァンパイアを始末してもらいましょうか。あれ？つかなぜかカール君の所持品の中に、とりあえずまあこっちに置いて、うん？あ、そっか、よっ、まあ、洗濯物が入ってたけどね。まあ何カビになってんだと思ったら、あれ？ホムラちゃん、みんなの分作ったんか。まあ家庭的なところもまあ着火し継承してるというか、なんていうか。ただその後遊びに行くあたりは、まあ、純ちゃんの悪いところに引き付いてるというか。本当遺伝ってすごいもんですね。さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。シムズ3パート1 2525再生おめでとう。そうでしたね、ありがとうございます。もうなんだ、もうこのシリーズ結構長いこと続いてるんで、いやもうなんだかんだそんな再生数なのね。いやもう、いや、まあこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。なんかいつもなんかベタみたいな回答ですが、まあ、とりあえずパート100は最低限でも目指したいですね。まあ、その頃にはカール君いないかもしれませんが、まあ、シムズ4が出るまでやっていくというのが私の目標なので。で、いや、ちゃんと犬の餌までしっかりしとんな。さらば片付けないのに。まあ、変わったところが気をつけらしいといえばそうなんですが、そして何をやってるんですか外で。
珍獣同士の戦いでしょうか。まあそんなことはいいんですけど、ヴァンパイア退治しに行きましょうよと言いたいとこなんですけどね。ヴァンパイアどこなの。まあクラブに行けばあると思うんですけど。何これ、シンフェスト、なんか選べそうなんだけどね、アクションがないぜ。おい、まあそんなことはともかくだ。さあカール君、お仕事探さないとね。そろそろギク行かないと。しばらく何もやってなかったですね。で、ん？マミヤちゃん何やってんの？こう、今、コーヒーを飲んでるみたいですか。あの探偵の仕事の探しはどうなったんでしょうか。ん？くるくるパーってやってんでしょうかね。カツヤ君とりあえずおはよう。しかし歪みない肉体を、これは姉ちゃんのためでしょうかね。こんな姉ちゃん欲しいというかっこ意味深という褒めていただきましたが、どういう面で。ん？入るっておい。まさか。まあやっぱ子供を親の背を見て育つと言いますが、こういう趣味もちゃっかり継承していますね。まあ、果たしてどんな大人になるんでしょうか。なんかこのちょっと殴りたくなるようなコートいい、なんかカール君っぽいですねやっぱ。おお、マッスルフェアリー、素晴らしいスタントですね。フライング部の V のコーヒーハウス、月曜日の6時半に来て演じてください。明日ですね。まあせっかく、まあ無事オーディション受けられたことし、いいでしょう。縫い物中央なんて、まあそんなことよりもカール君、ここでん？水風船合戦をするって。なんだこれ、新しいコマンド。合戦をするなら平らなスペースがありません。いやここら辺十分平らでしょう。まあそうだね、どうしようか。まあせっかくお外に出かけましたし、まあここに行きましょうかね。で純ちゃんはというと、ペット、なんかちょっとこの表紙猫なんですけど、え、いやこれペットちゃうから、ヒョウ柄の猫とか誰だお前。かわいいけど。お、獣が2匹、1匹は外出中。あつか、まさかこの家庭獣が3匹になるんですかね。しかし純ちゃんほんと動物好きやねんって。おい嫌われてるよ。家入りたいのかな、この表示からして。でも可愛いな、ペロペロしたいよみたいな純ちゃんの感じ。え、でもここかと。でも心臓がなって。心臓ってか、この人もしかすると、あそっか、心臓じゃない、これは筋肉痛やな。綺麗な服着たいよって。で無関心なケンシロウくんと思ったら、カズヤくんが気になって仕方ないんですかね。まさかオス同士の趣味に目覚めたんでしょうかね。なんか嫌な家族だわほんま。でカールくんはというと、あ、しもた、ホーチプラになってた。とりあえず、まあ、ギクでもしましょう。曲芸師の、演じてチップを稼ぐと。でもここら辺シもいたっけ、つかいないね。演じたところでなんかもらえないですねこれ。まあでもちゃんと演じないと危ないわけで。え、あ、そっか、コーヒー飲んでるのは、ん、お、公園訪れた、それはいい。カール君は1週間分の給料525下料で、マミヤちゃんは、1週間分の給料。カール君は労働力への貢献により V 字ポートの上位階から早技の名手の肩書きが与えられました。あっと驚く曲芸役割、観客はさらに仰天しています。あなたはストレートパフォーマーからプロのパフォーマーになろうとしています。カール君の週給は650下料になります。美味しいのか美味しくないのか、まあ確かにもらえることはいいことですよ。まあ、ただでさえ稼ぐ人はそう多くはないですからね。で、今んとこ、あ、一応シムは来ましたね。誰だこれ。しかしなんか緑いっぱいのとこで危なっかしいこと言ってんだ。あら、ちょっと、おい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 。
燃えてまうから、公園が。気温を感じたようですねと。この人大丈夫ですかね。やっぱ元軍人ということで、まあ、体を生かしたパフォームはもうお得意なようでね。でも1対1すごく虚しい。で、マミヤちゃんはというとまだコーヒー飲んでますね。まあしんどそうだし、仕方ないといえばそうなんですが、とりあえずまあ絵を売りなさい。まあ遊ぶもいいんですが。でワン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 、どうしたんだよ。どうしたんだよ。いきなりびっくりして、びっくりして。でホマラちゃんはというと外で遊んでいると。735シモリオ、なかなかですね。まあとりあえずまた絵を描かせましょうか。あと言いたいとこなんですけど、なんかお腹空いてるみたいで。そうやな、お腹空いてるの。ん？なんか音がするなと思ったら、もしかすると、ん？あれ？どこだお前。やっぱお前か。かわいいな。実はうちの犬もね、こういうね音が鳴るもう大好きなんですね。いやー、愛らしい。ペロペロと。うんうんうん。やっぱ犬って本当こう見てると可愛いですね。まあこう見なくても可愛いですけど。で一方カール君はというと空気薄をしてると。しかし目の前に雑談をしてるだけで、ちょっと待って、危ないそれ、観客刺さってまうがな。むしろ、うん、目の前のリア充刺されみたいな感じなんですかね。まあおおむね好評といえばそうなんですが、さてそろそろ時間なんで今回はここまでしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。